わ出た。16歳って言っておだてておくべき、88歳って言ったら失礼だねって言われるのかな。おいクソババア、夢川クソババア認定だよ私今の。マジで狙い撃ちします。問題、え、私の年齢は、いや、まあここはあれよね、多分媚びを売っとくべきなんだろうね、きっと。88歳、言ってみるか。いや88なん、マジで88なんや。ちょっとじゃあ88で言ってみましょう。合ってるけどね、対応としては間違いだよ、おばあちゃんがね。こういう感じだよね、永遠の17歳ってやっぱ言われたいんかな。あ、問題来た。ねえ、知らないよ、聞いたこと。いや16歳なわけない、16歳はアリスでしょ。え、これで16歳ってこと。あ、でもあり得る。いや、アリスは16歳だし、なん、え、でも絶対、でもおかしくない ?16 歳なのかな、本当は。あり得るかな。アリスも16歳だしな。16という数字に運命を感じて選ぶべきなのかな。いや、でも、やっぱフェアリー夢川女子に88歳っていうのは失礼だから。失礼だから16歳っていう手もあるな。まあ、アリスも16歳だしね。これ16歳を証明しよう。証明、16っていう数字が悪い。これはもうどう見ても88だけど16歳っていう数字が悪いでしょ。あ、ほらほらほら。これもしかしてどっちをしても正解なんじゃない？正解だって。自分を16歳だと思い込んでるよ。このおばあちゃん。アーマーガーのビッグの姿見たい。私の年齢は。なんだこいつ、おい、なんだよこいつ、ふざけんじゃねえよ。16って僕と同い年だって。なめるな、許せねえよ。いや、16歳も対応として正しくないだろ。68だろ正しいの。88歳相手に68歳ですかって。16はもうわざとじゃん。いけーけど、そ、問題、はい、私の年齢、そんな女性に年齢を聞く、よっしゃー、でしょ、トモさん。でも次でおしまいだろ。え、問題？いや、お前サバ呼びすぎ。88はぁ、え、うざー、うざー、うざすぎてニラニラクサクサ、うざ、普通にうざいよねこれ。合ってるけど、そう、ここは女心を言わないといけなかったんだね。そうね、そばばあやんけ。パーンって飛んでいきそう。問題、はい。え、88、バカか。はぁ、間違いじゃねえよ、現実受け止めろや。誰がお前に16って言うか、バカ。なんだよこのなんだよこのおばさん。問題、さてた、私の年齢は88、16が正解だったら面白くない？16で。めちゃめちゃ上がったんだけど、何もかも強くなった。問題来た。さてと、私の年齢は、いや、どっちなんや。さっきのピンクからいくとありえんのか。いや、でも88ありえないでしょ。88だ。ダイヤーとして間違えた。うぜえ、なんなんだ、めちゃくちゃうざい。おめえに対応なんて考えねえんだよ。
だるー。さてと私の年齢は16かな。でもなんかさ、今までその大人なんかおばあちゃんぶってたけど、最後の最後年だけはやっぱ若くありたいわねみたいな感じで16歳出してくるっていうの全然あるんだよね。流れ的に88歳なんだけど、だけどこれは引っ掛けと考えて16歳。いや、わかるよ。女心よくわかるよ。そういうことあるよね。わかるわかるわかる。よっしゃ、盛り上がってまいりました。で、今の本当見ててよ。回復した。回復しちゃった。私の年齢。これ16歳って答えてあげた方がいい。正直に88って言ったらさ、絶対殴られるだろ。16でしょ。永遠の16歳です。あんたいい答えだよ。よっしゃですよね。目玉ポケモンが出てくる。問題。さてと。知らねえよ。うわぁ、これは。もういいよ、そんなん。これは迷わせるね。あ、お世辞を言った方がいいのか。気を使うべきか。いやだけど、さっきの、なんか、さっきの色の話をすると、結構正直な意見を聞きたかったんじゃないの、うん、いや、88でしょ。いやー、これで16でね、逆に舐めてねって思われるよ、きっと。さあ、合ってるけどね、対応としてましたよ。バーバーこれさ、どっち選んでもダメなやつじゃねえの。さてと、私の歳は、うわ、これどっちで16歳って言っとく。私16歳なんです。16かな。あんた、いい答えだ。なんでちゃん空気読みしてんじゃねえんだよ、こっちゃん。忖度だな。はぁ、答えてあげたい。え、これ、え、どっち？どっち？いや、16歳だよ。これは16だよ。いいって、いい答えだ。そうだよ、合ってるよ。16だよ。16、女性に年齢言ったらカンカラだ、お前。あ、結構くらい問題。私の年齢はそんなせ、16歳って答えるってことですが、これは。問題いらねえ。あ、待て待て、16歳あんたいい答えだよ。は、はめたよ。でも86と16だった。ちょっと今早すぎてさ、ちょっとて適当に押しなさい。は、ふざけんな。問題、年齢70。ご冗談を。対応として、いやー、もうそれ俺は。でも18歳からずっとジムリーダーなんだ、すごいね。それはしょうがなくない。真昼見、真昼見するジムリーダーなんてもう俺ぶっとば、年齢何言ってんのこのババア。待て、落ち着け。どうなんだこれは。何なんだこいつ。ボケに来てるのか、どっちなんだこれは。冗談も休み休み言えよ。
このババア舐めやがって致命的に下げていくやつ、しかもこのババア